この図鑑ずーっと読めちゃう。このブックマークも綺麗だし、他の本にも使おうかな。図鑑よりも小説とかの方がいいだろうし、せっかくだし持ち歩いちゃおう。お姉ちゃん、ずっとプレゼントで悩んでたんだな。誰かのためにあんなに悩むなんて、お姉ちゃんらしい。そうだ、本のお礼しなくちゃ。あ、手紙にしよう。紙とペンは。お姉ちゃん、喜んでくれるかな。あれ？図鑑が開いてる。さっき閉じたはずだけど。あ、りんちゃんかな。すごい本だもん。見ちゃうよね。これも手紙に書いちゃおう。何から書こうかな。気のせいかな、本の位置が変わってる。今日は体調がいいと思ったけど、疲れてるのかな。あの、これをお姉ちゃんへ届けてほしいんです。はい、お姉ちゃん喜んでくれるといいんですけど。あなたがそう言ってくれるのならきっと大丈夫ですよね。ありがとうございます。お姉ちゃんへの手紙よろしくお願いします。お昼寝もしてなかったし、たまにはいいよね。ん？あれ？君がいる。この間はおかげでしおりんにプレゼントができたよ。あ、これ借りてたお金貸してくれてありがとう。それで今日はどうしたの？手紙？お渡しに？誰だろう。ああ、ありがとう。何かな、何かな。お姉ちゃんへ、この間はプレゼント本当にありがとう。お姉ちゃんが私のためにたくさん悩んでくれて、自分はなんて幸せ者なんだろうって感じました。私はお姉ちゃんに褒めてもらえるのが一番嬉しいから、自分なりに頑張ってきてよかったって思えたよ。お礼としてできるのが手紙を書くことくらいしか思いつかなくてごめんなさい。また一緒にお出かけしようね、しおりより。手紙書くな。あ、そうだ、
お手紙のお返事書かないと。せっかくしおりんが書いてくれたんだもん。本当？君は私たちに幸せを運んでくれる郵便屋さんだね。じゃあ手紙ができたらお願いするね。今日は届けてくれて本当にありがとう。よーし、書くぞお疲れ様です。今日の配達はここで最後なんですね。私ですか？今日はお姉ちゃんからもらった図鑑を読んでました。描かれた魔物の動き方が毎回違うので見入ってしまうんです。普通の本よりも読むのに時間がかかっちゃいそう。今からランドセルに帰るのは危ないと思いますし、よかったら今日は泊まっていってください。たまたま今日は私以外出払っていて少し寂しかったんです。なのであなたがいてくれると嬉しいです。それじゃあ先に客前入っていてください。私も図鑑を片付けたら追いかけます。風が冷たくなってきたな。図鑑片付けないと。何？図鑑が勝手に開いた。どうして？